今日さっきチラッと見て負けとったわ。ああ、阪神か。まあ、ええんじゃん、6連勝して。ああ、まあ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 、そんなこともあるよな。まあ、あるある。まあまあ、それが通常運転や。ああ、まあ、基本負けるもんな。負けるな。6連勝がおかしいぐらい。おかしいぐらい奇跡やぞ。1週間ずっと勝ってる。ああ、もう6連敗や。でも俺、巨人に3連勝した時点でも優勝ぐらい喜んだよ。東京ドームで3連勝が出たから。やっぱ巨人に勝つのは超嬉しい。多分、横浜とか。めちゃめちゃ飯うまいな。ヤクルトも東京やん。ヤクルトもだから嫌いやん、俺。おうん。やけど、ヤクルトに勝つよりも、巨人に勝つ方が。まあ、それ気分。やっぱうるせえ。ヤクルトは、なんか、なんか、マイナー球団のくせに、1便だよ。1便だよ、と言ってた。ただ、ヤクルトめっちゃええ選手おる、やっぱり。ああ、はいはい、はい。山田とかな、村上とか。だろ村上だから、20代だよ、前半。ああ、そうなんか、絶対、もう、まあ、もう大物やもう、結構かなりいい選手やけど、あの頃、記録に残る選手なのかも。へぇ若い若いけど。なるほど。だいぶしたいもんな、だって。あの、あと、ロッテの佐々木朗希な、すごいな、完全試合してな。あの子もすごいけど、完全試合。受けてるさ、はいはい、キャッチャーやな。18歳。え、そんな若そうな。若そうや。めっちゃすごいな。うん。え、すごいな。半分ぐらい。あいつが一番すごいって。おぉ。だって、全部、こぼし3度取ったってことだから。まずは。しかもサイン出してないやつらしい。あ、そうなんや。めちゃめちゃ才能あるね。え、なに、じゃあ実はその、ピッチャーよりもキャッチャーの方が、すごすぎるっていう。現代ワンチャンある。現代野球では、やっぱりキャッチャーの出すサインが絶対やから。おー。じゃあ、エナツとかあるやん、伝説の。はいはいはい、はい。エナツとかは、なんか、俺が投げるから、お前そことうちか、どっちか構えとけなって話で。あー、そうなんや。へー。で、俺よくさ、塾をさ、この、例えで言うけど、多分、お前エナツタイプやんな。だから俺は、いや、マジで。しかもない。あ、はい、まあそういう意味で。なんかだろうな。お前なんか構えとける状態。もう構えてる。だから俺キャッチャー的だった。いや、お前はピッチャーや。あ、ピッチャーか。あ、はい。いつもね、理系はピッチャーや。はいはいはい。で、お前が、まあやるようにやったらは思ってるから。はいはいはい。てかまあ、それは信頼関係があるから。なるほど、なるほど。これだから他の理系の先生とめっちゃ指示出せ。はい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 。危なっかしいなと思う。なるほど。もう俺の言った通りやっとけ。うん。俺、お前に俺一回も出したことないんじゃん。なんもないな。まあ、だからおかげさまで授業にのびのびとさせていただいてるけど。てか、だから、まあ、普通に授業のレベルで言ったら、まあ、俺もそう積んできたもんあるけど、まあ、まあ、うまいから別に。俺、生きてるがないもん。まあ、もうええわ、思って。まあ、自由でのびのびって言ったら、もちろん真剣にやってるけど。いや、だから、そうやねん。もちろん分かってる。いや、それで、かつ、なんていうかな。お前、俺に数学の指示されても腹立つやろ。それはあるかもね。うん、何言ってんのってなる。おう、なっちゃう。まあ、それはもちろんだ、逆もしか、まあ、俺が指示することはないけれども、いやいや、国語で指示なんかできるわけないもんだ、ね。それだから逆よ。お前がピッチャーやのに、俺に内側構成より、黙れよ。黙れてならざるをえんの。喋んな、それ。国語なんか全然できへんもんな、俺。だからそれやからええねん。両方が理系と理系やったら、これまたいろいろあるね。まあ確かにね。うん、まあ、もう今では戦闘もけど、なんていうのかな。いろいろやっぱり思うとこあるやん。確かにね。だ全然違う。真逆なポジションやから、はいはいはい、もう黙っとこうと思う。なるほど、なるほど。で、実際何も思わんしの。はいはいはい。これこいつこないしたいのにとか、ね。ああ、実際にほんまに心の底からでもあんま思わへんと。ないし、あいつに任しといたら大丈夫やっていう考えがあるな。なるほど。言うてみたら全幅の信頼を置いてる。置いてないと、うんうん、まずこれに読んでないやろ。なるほどね。うん。イニシャル D にも読んでない可能性がある。あ、全然。いや、だって俺めっちゃ好き嫌い。確かにね。うん。こいつ難しいなと思ったら、もう喋りたくもなくなるもん。あるやろ、俺。ああ、あるやろな。あるんちゃうかな。嫌いやったらはっきり嫌いって言ってまうから。うん、嫌いやろ。なるほどだ。うん。そういう意味では、片焼きそばさんも、まあ、好かれてるっていうことや、ね。あいつも俺、ある意味全幅の信頼置いてんねんけど、仕事においては、まああいつにもちょっと言うてんけど、うん、言うことはないで、直接、ほんまに言うことはないけど、動画でちょっと言ったんだ。なんか言ってたな。そうそうそう。いや、ものすごいやっぱ置いてるけど、あいつ、ちょっと雑なとこある。なるほど、なるほど。だから、それはまあ俺が仕上げたらいいわけ。なるほど。まああいつに全部100のボタンを取る。はい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 。けど、まあそういうのもできるようになったらいいなと。あいつ意外に頭使うから、ね、こうやっといたらいいみたいな。ああ、はいはいはい。ええんちゃう。まあ、だってあいつアホじゃないやろ、普通に。うん、あいつ、まあ。アホじゃないし、なんやったら別に、俺らと、うん。とレベルというか。似てるな。なんか、感覚はある。なんか別に。うんうん、あいつもまあまあ、いたやん。なんかな。ちょっと変わってるから、ね。俺らとレベルっていうことはやっぱ、いたんなんかな。ちょっと普通の感じはせんな。ああ、そうだよ。え、でもめっちゃ、いたんしるも別に、正直言うたらせえへん。まあ、こんなやつ別に思んないやつっていうわけではないけれども。あいつ意外とでも、いたんか。
いや、いたんとか言うの。まあでも、まあでも、そもそも。あいつめっちゃ冷静にもの見てるんだ、意外と。はあ。俺結構カッてなるやん、すぐ。なるだ。うん。ポケるやん、喧嘩弱いやん。いや、それはカッ。外とかでも。いや、それはゴーレムがカッとなりすぎてるだけじゃん。ゴーレム導火線2ミリぐらいしかない。だって俺別にカッとならへんもん。別に。そう。で、あいつもあんまりなれへん。おうおう、なんか俺がキレてたら、ピキってるやん。おうおう、ああ、俺そうだ。ああ、なんか怒ってる怒ってるみたいな感じで。そら怒るやろ。ピキらへんで。俺、どうかせんのか。おう、いや、もう、たまに、あ、でも、とか言っても、たまに、なんか、ライブの、なんか、うん、シナモンかをセレブレーションで、うまいこと動かんかったら、ちょっとピキるけど。でも、俺、大声でほんま言うもんな。ああ。怒ったら。はいはい、はい。お前な、言って。それがあかんとかやな、俺。はいはいはい。だから、周りをそういう、割と、そんなピキらんやつで固めてるって。どっちかといえば、穏やかなやつで。そう、だから野球で言ったら、監督が胃の一枚にぶち切れて、お前ら止めに来る。もういい、いいやん、みたいな。いや、あかんっていう。なってるんやろうけど。なるほど。あの、俺の良くないとこでもあるけど、でも俺、ある意味いいとこって言ったら変やけど、うん、喜怒哀楽がもうすごい激しいから。そうやろ、だから。どうも激しいけど、喜と楽もすごいよ、俺。ああ、うん。子供向かったら感動して泣くからの。ああ、うん、まあ、その節は非常にあるやろうな。そうそう、だから、あの、情の人間。はいはいはい。めちゃくちゃ人間臭いの。うん。いや別に俺、情がないわけでもないんだけど。うん。いや、ある方やと思うけど。ある方なんか。え、でも俺絶対。割と冷静やん。おえ、でも俺絶対俺そういう、だから、そもそも泣くとかが俺、あんま分からん。でも俺もそこ泣きやろ。いや、なんか、うん、いや、なんか、注射とか痛いから泣くとかわかるけど。違うねんよ、なんか、俺、そういうのやったんだけど、ヤンキーに殴られて痛いから泣くとかは、経験してたけど。それお前、あの人間の反射の問題やろ。痛覚が反応してんだよ。でも、あの感動とかで泣くとかまだ、ようわからんよ。俺え、でも普通に、だからもちろん、学生とか受かったりとかしたら、わ、すげえ、おめでとうとか、もちろん嬉しいとかあるけど、え、泣くみたいなのが。泣くな。へぇー。なんか、あんまそこらだ。なんか嬉しいやん、やっぱり。だから成功したんやんっていう。逆に落ちたら泣かれへんな。ああ、なるほど、なるほど。なんか自分を責め始めるな。落ちて泣くは、の方がまあ確かによう分からんけれども。失敗して泣くの嫌やしな。だって落ちて泣くのは生徒だろって。いや、てかもう申し訳ないのかってな。力不足ですよ。そうやな、そこやんな。うん。それやろうな。うん。だけど、なんやろ、受かったら、まあ結構、泣くな。なるほど。いや、感動で泣くとか、俺、あんまねえな。いや、だから、いつも言うやん、俺。スクールウォーズあるやん。ああ。あれ見て泣くっていう。え、だって、オチ知ってるやろ。それで泣く。毎回あのシーンで泣くな。109対0で。うん、いや、もう109対0ってもう、知ってるやん。いや、負けするってもう分かってるから。いや、でも、あの、ナレーションが流してくれん。うん。え、でもなんかもう知ってるから、あ、そうやったんやとかならへんやん。いやいやいや。初見で泣くはまだな。100歩譲ってわかるかもしれへんけど。いや、泣くで、あれは。あと、あの、金八先生で、シュウが薬物でパグるとこ。ほう。も泣くし、ケンジロウのやつも泣くし。まあ、俺、金八先生好きなんですよ。何シュウが薬物で。あるやん。金八先生一番も見たことないわ。シュウっていう生徒がおって、薬物に溺れていくね。ほうほう。すごいテーマやんな。あれ、GTO でエグいと思うよ。ああ、そうだよ。うん、へぇー。ほんで、なんか水バシャン、暴れ出すね、ほんで。へぇー。で、水持ってくんね、女の子の優しいの持ってきてんけど、それガシャンこぼして、もうラリってるから。ああ、ラリってる。で、そのこぼした水、こうやって地面に這いつくばって吸うねん。で、へぇー、めっちゃ虫やばいとか言うねん。へぇー。で、虫なんていないじゃないいや、それ言いたいだけじゃん。いや、ほんで、ほんで、なんか、まあ、わーってなんねんな。はいはいはい。金八先生な。え、でも GTO は俺が見てたから。あれ、あ、GTO よりすごいんや。すごいよ。へぇ内容的には。なるほど、なるほど。それ聞いて、俺、初めてちょっと金八見てみようかな、みたいにも。やっぱり金八はな、あの、第2シリーズ、第4シリーズ、第5シリーズ、その週のやつ。俺、7、6か、あれ。シュウのやつが6か。6か7やったか。はい、6やったの気持ち。7やったの気持ち。全部見たから俺1から。へぇー。3だけ、桜中学じゃない。松ヶ丘中学。ほう、知らんけど。全然知らんけど。いや、だって。どっちも知らんけど。で、さっきの話戻るから。はいはいはい。金八は。
ドラッグを憎めって言うんです。ごめんなさい。憎め。ドラッグを憎め。あ、ドラッグで何言ってんの、いや、わかるよ。ドラッグを憎めって。これめっちゃ名シーンやん。憎め、憎めって言う。だシューで言う。シューを抱きしめながら言う。おー。で、シューも、まあ、たとか、パクられるとかさ。え、いや、でかれる。いやねんな。だから、シューは結局何役中のまんまで、何捕まったの？いやけど、金八ファイナルっていうの知ってるかな？全然知らない。金八ファイナルって言って、特番で3時間ぐらいの放送あって。う当然俺ビデオに録画したし。当然。いや、それはもうだからいつも言ってるの、俺金八先生の動画見るとか DVD 見るじゃなくて、授業を受ける。授業第4シリーズとかエンディングで、最後、まあ、歌流れて、でーでーいーんって流れて、おはようって、バザラスって言うの。そっから始まるから。だから、それやってないと。もう完璧に生徒みたいな感じ。あ、そうそう、もう俺も一人。金八先生や。そうそう。いや、だから俺の教育のベースは金八先生。いや、でもあんな叩いたよね。高校は行ってなかったけど。そうそうそう。高校サボってたけど、高校サボってたけど、金八先生は、全部授業受けた。俺、担任金八先生に行っちゃう。あるんですよ。いや、だからそういう節は。そうか。高校行ってなかったけど、ちゃんと授業受けてたんや。受けてましたよ。なるほど。だから、なる一回見て。え、でもそれちょっと、あ、金髪全部で何話というか何時間くらいかかる？あれ、25話構成ぐらいのやつが8個あるから、ほうほう25話、200話か。全部で。あれな、1話1時間。ドラマって普通10人で終わんねん。普通ワンクール。あれ直しちゃうけど、1個2クールぐらいあるねん。へぇそれで見て。だから24話か、大体。そうやな、24話、25話とか。だからスクールウォーズもそうやな。20数話あるかな。が、何クールもあるのか。スクールウォーズ。スクールウォーズは1、2あんねんけど、2はお前、刑務所のやつ。ああ、そうだよ。2はマイナーやねん、これ。ああ、そうだ。え、俺1しか知らんわ。で、だから1も、なんか、ちょっとしか知らん。いや、ほんで、2は、俺ちょっとオープニングで突っ込みたいとこあんねんけど、傷つき死ぬまでってあるけど、おう、でてて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 て、何が多くすんだよ。カモン、カモン、その何の練習だよ。これは入れようか。これは動画に入れようか。カモン、カモン。これ今笑ってるけど、視聴者は意味わからんもん。意味わからんもん。いや、だから、俺見てるから笑えるけど。いや、意味わからんから。入れとこ。いや、だから、この、残念だから。ああ、なるほど。右下ぐらい。カーブを、カーブそう。ああ、映像無理く、ああ、入れるんや。はいはい。あ、それおもろいな。そう。振り向いても明日は来ない。俺、何の練習やろ。マルミ関係ないやん。絶対上手くなれへん。素人は俺が見ても分かるんだよ。あ、謎の練習。やるな、こんなの。俺、それ言われて、2のなんかオープニングだけ俺、YouTube 見たもん。見る、それ。確かに意味わかんない。それでラグビーがうまくない。あれだから、2匹目の土壌狙いすぎたよ。だから別に、普通に。で、何があかんかったか、もう一個言ったら、金八でまあ全部フィックションやねんけど、あれや。スクールウォーズは1個目はほんまやな、ね。ああ、ワンは実は。あれ、伏見工業らしい。ああ、そうだ。大八木とかおるやん。大八木と、誰だったっけ、死んだ人。ラグビーめっちゃうまかった。神戸製鋼の。全然知らん、全然知らん、全然知らん。で、その神戸製鋼のエースやった人が、だから実際、まあ、スクールウォーズの後半で出てきて、新入生に入るめっちゃうまいそうね。でも、俺、スクールウォーズでちょっと思うことあるんだけど、結局最初におった不良とかほぼおらんくなって、卒業して、もう新メンバーやねん。あ、もう原型ないよ。で、めっちゃうまいやつも入ってくんねん。おぉ、なるほど。で、強いよな。でも、ゴーレムの塾も似たようなとこある。あるよな。あ、初期メンバーはさ、変わったけれども、お前初期メンバーは知ってるやろ、大体。知ってるよ、まあ、ざっくりだよ。ざっくり知ってて、今強いもんな。子供みんな賢くなったもんな。7年目にして。7年目にして。え、スクールウォーズも?7年目で。優勝した。一緒の星だよ。なるほど。別に俺109.0で殴ってないけど。オープニングみたいにガラス割れてもないけど。慣れてない。いや、でもなんか、
ちょっと重ねてまうとこあるな。あ、スクールウォースと同じ年や、みたいな。うん、そう、やっぱり、なんかその、体制しようと思ったら、7年ぐらいはいるんやな。なるほど、なるほど。はじめ、やっぱ2、3年ぐらいはちょっと、そうそう。辛抱せなあかんみたいな。そう、俺別に花って100回かかってないけど。それも用意するやん。うちだいうやつおるんですよ、ヤンキーで。うちはちょっと太ってんねんけど。うちだ、あれ、ヤンキーの集、まあ、その仲間やねんけど、なんか、みんなに朝勉強すんぞ、って。おうおうおう山下真司が言うねん。おうなら、内田なんかそんな一回ボケ、って。まあそんなセリフじゃなかったんだけど。で、内田こそっと踏んでる。朝。なんでかんめっちゃええやつやった。でも内田あれやからな。山下真司階段で突き飛ばしよっとかな。めっちゃ悪いやん。多分、いや、内田の横やったかな。ワンセンだけど、まあ、で、内田が、おい、やりすぎちゃうみたいな感じだって。で朝行くよ。ほう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 。花っていう感じで練習出すの。ほう、花ぐらいかぶるやろ。いや、実はかけてたけど。おう。だから、肌を練習させてもらった。ほんで、花は10個描いたら花束だ。うちだ、花を100個描いたら何になるか。わかんねえよ、先生。わからん。花は100個描いたら花束でーす。花どうなん？ラグビーやから。そうそうそう。めちゃくちゃ好き。めっちゃおもろい。そうそうそう。花束。え、そこは、で、曲も入るんや。めっちゃおもろいよ。あ、だから100個書いたら、半袖だって言ってて。めっちゃええやん。あ、この動画、聞いてくれた後、だから、スクールウォーズの再生回数めっちゃ増えるんちゃう？上がるかもしれない。1億回ぐらいになってるかもしれない。俺、ほんまに東映に俺お金もらうん。いや、でもな。スクールウォーズと金八。うん。いや、その、花、まあ、100個欠かしたことないんですけど。わかるやろ、てか、俺勉強の仕事やから、花子の目からしてもしょうがない。で、これ言ったらバレんねんけど、はい、結構花子そんな遠ないよ。まあね、おまあまあ、いや、だって、我々だったらチャリンコで行ける距離。全然距離行けますよね。おそう、ほんで、僕は地元が、あ、今住んでるとこ違うんですけど、うん、地元がね、東大阪だから、うん、花子って、うん、そういう、ちょっとすぐ行ける感じのイメージがあって。そう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 。で、東大阪の、死のキャラクターでトライ君っておんねんけど、ほうほうほう。なんかラグビーのヘッドギアみたいにしてて、ラグビーの縞模様を着てんねん。あ、なんか、おるな。おるヘッドギア。おんねんけど、めっちゃ高確率でヤンキーにスプレーでいらんわけない。あれある、ある、ある、ある。ある。あったあったあった。トライ君がめっちゃラグビーされてる。不死あるよ。あった。で、ファックとかかかってる。で、東大阪のやつ、みんなラグビーのルール知ってるもんだから、大間違い知らんねん、俺。ああ、全然知らん。いや、多少は知ってる、最低レベルは。いや、あれだから、ただのなんか、殴り合いみたいな感じじゃないとか。いや、ちょ、でもあれ前にパスしたら、あかんとかね、ラグビー。ああ、知らん。それもちろんいろんなルールあるやろけど、うん、全然わからないわ、あれ、ルール。でもなんか、基本ラグビー部はなんかごついから、みんな喧嘩強いというか。ラグビー部ごつかったな。ラグ